ワクチン注射が原因ではないかと考えましたが、すべての牛が受けていたわけではないので、否定されました。農薬の影響ではないかという仮説もありましたが、これも共通する要因ではありませんでした。ワイル・スミス部長に大きなヒントをもたらしたのは、イギリス本土から南に下ったサンネル諸島の2つの島での調査でした。ジャージー島では、狂牛病が全く発生していませんでした。ところが、30キロ離れた隣のガンジー島では、2% 以上の牛が狂牛病にかかっていました。調査すると、2つの島の牛は異なる飼料を食べていることが分かりました。発生率が高い島では、牛の餌に肉骨粉と呼ばれる成分をたくさん加えていたのです。発病した牛は必ず肉骨粉が配合された餌を食べていました。これは病気の原因の有力な候補でした。肉骨粉に注目すべきだと確信し、さらに調査を続けました。肉骨粉の工場はイギリス各地にありました。当時は配合飼料の原料として年間40万トンを製造し、畜産業を支えてきました。ワイル・スミス部長はここに調査のメスを入れました。肉骨粉の原料は食用にならないクズ肉です。工場には様々な動物の内臓や脳、骨髄などが持ち込まれていました。牛の場合、食用になるのは 60%。残りの 40% はクズ肉になります。クズ肉は細かく刻まれ、ミンチにされます。それを高温で熱し、脂肪分を抜き取ります。残ったものが肉骨粉です。肉骨粉は値段が安く、タンパク質やミネラルを豊富に含んでいるため、鶏や豚、そして牛の餌として使われてきました。ワイル・スミス部長は、狂牛病が爆発的に広がった原因をこう考えました。異常プリオンを含まない普通の肉骨粉は全く安全です。しかし、一頭でも異常プリオンを持った牛が現れると、クズ肉に異常プリオンが混じり、肉骨粉が汚染されます。汚染された肉骨粉を別の牛が食べる。さらにその牛からできる肉骨粉を次の牛が食べる。汚染の悪循環です。感染爆発を防ぐため、1988年、イギリス政府は肉骨粉を牛の餌にすることを禁止しました。しかしその時すでに狂牛病は多くの牛の中に潜み、発病の時を待っていました。潜伏期間にある牛がたくさんいました。そしてすぐにも発病しようとしていました。しかし診断法がなく、どの牛が感染しているのかわかりませんでした。15年前の1986年、狂牛病と確認された牛は12頭、イギリス南部に限られていました。翌87年、460頭が狂牛病の犠牲となりました。発生地域は中部まで広がりました。肉骨粉の使用を禁止した88年、3155頭の牛が発病。イギリス全土に広がっていました。90年以降もその勢いは止まらず、1年に3万頭以上が発病する事態となりました。発病した牛はすべて焼却処分されました。
しかし80年代末までは異常プリオンを持った潜伏期間の牛がそのまま市場に出回り、食肉として人々の口に入ってしまっていたのです。イギリス全土に広がった狂牛病、病原体の異常プリオンが牛から人間へ種の壁を越えて感染するのではないか、不安が高まりました。1990年、イギリス政府は狂牛病の人間への感染を調査する委員会を作りました。脳神経科のアイアンサイド医師です。当初からこの委員会の中心メンバーとして牛から人間への感染を調査してきました。この病気には興味がありました。有益で興味深い研究でしたが、小さな規模のプロジェクトですぐに型がつくだろうと考えていました。ところがやってみたら大仕事でした。脳に無数の空洞ができる狂牛病、人間にもそれと似た症状を示すヤコブ病という病気がありました。そこでアイアンサイド医師はヤコブ病で死亡した人の脳の組織を取り寄せ、病理学検査を行いました。しかし狂牛病との接点は見つかりませんでした。アイアンサイド医師らの報告を受け、イギリス政府は狂牛病が人間に感染する証拠はないと発表しました。そして消費が落ち込んでいたイギリス産の牛肉の PR も展開しました。当時の農業大臣は娘と一緒にハンバーガーを食べ、イギリス産の牛肉は安全であると強く訴えました。人間への感染を調べ始めてから4年間は種の壁を越えた感染は確認されませんでした。牛にだけ起こる奇病と思い込み始めた矢先でした。95年、10人の青年がヤコブ病特有の地方症状を示したことで事態は一変します。若者がヤコブ病にかかることはそれまでほとんどなかったからです。この病気は新型ヤコブ病と名付けられ、狂牛病が人間に感染したのではないかという疑いが強まりました。新型ヤコブ病患者の脳です。無数の空洞が広がり、狂牛病の牛の脳と同じ様相を呈していました。これは狂牛病と同じ病気である可能性が高いとアイアンサイド医師たちは政府に報告しました。96年、イギリス政府は狂牛病は人間に感染する可能性があると認めました。人間への感染調査が始まってから6年後のことでした。is that these cases are linked to exposure to BSE before the introduction of the specified bovine offal ban in 1989. 狂牛病に汚染された肉が毎日食べるものの中に入り込んでしまったことが大きな問題でした。何人の人が汚染された肉を食べてしまったのか、何人が感染しているのか分かりません。分かっているのは、100万頭に上る牛が狂牛病にかかり、その多くが人の口に入ってしまったということです。誰が狂牛病に感染しているのか、未だに全く分からない状態なのです。